お腹を出して、この綿がこれ取れましたね。この綿、はい、それとナマコは青ナマコ3、赤ナマコ3ですが、この青ナマコは赤あの粉ナマコでいいですね。これは入れ歯でも食べられますね。ちょっとこの大きい赤ナマコの方はちょっと薄く切らないとゴリゴリしてると思いますね。今高価なナマコがよく手に入りましたね。なんかえらい高騰していると聞いてました。ありがたいですね。今から刺身にしていきます。これがこの綿です。この綿も超美味ですね。